はようございます。今日はなんかちょっとお家の Vlog 的な感じでゆるく回していこうかなと思いまして動画を撮っております。朝はいつもプロテイン、起きたらプロテインを飲みます。なんか頭が回ってないんですけど、いただきます。じゃあちょっと飲みながら朝ごはんを作ります。これカルディで売ってたパンプキンラテなんですけど、美味しいかな。あ、でもなんかパンプキンの味もするけど、ちょっとスパイスが効いた感じの味です。美味しいな。もうちょっと甘いかな、私には。もうちょっと甘さ控えめでいいな。今日はちょっとオートミールで作れるベーグルっていうのを見かけまして、ちょっとベーグル食べたと思って作りました。ちょっとボロボロになっちゃいましたが、美味しそうなので、まあよしとします。こっちから食べようかな。サーモンとアボカドとクリームチーズのせたやつ、こんな感じのサンドにしました。こっちはでね、セサミを作りたくてセサミのベーグルにしたんですけど、ほとんどごま取れました。めっちゃボロボロだけど、でも美味しそう。いただきます。あ、確かにお豆腐の味は確かにするけど、なんか探さないとって感じ。オートミールの味はします。でも結構美味しいじゃん。めっちゃ簡単だからありがたい。クリームチーズとベリー、
幸せ、朝からこんなに幸せでいいのでしょうか。でももうブランチぐらいの時間になっちゃったけど、これから朝食の定番になりそうな予感。いつもは結構アボカドトースト、私トリュフがすごい好きなので、トリュフオイルを使ってアボカドトースト作ったりとか、あと和の気分の時は大体ご飯、玄米にお味噌汁、サバ、もずくとかたくあんとか、なんかそんな感じのメニューが多いです。でも今日お昼、昼っていうか夕方ぐらいかなに、そのサバのうち定食みたいなやつ食べようかなと思ってるので、私本当にサバが好きなんですよ。マジで毎日食べれる、本当に毎朝サバ定食でも飽きないぐらい大好きで、もうずっと食べてます。ではゆっくりいただいていきたいと思います。バーイ。ちょっと軽くメイクしようと思います。なんか、まあ、外は出ない予定なんですけど、気分転換にというか、今日新しいコスメもちょっと使いたいなと思ってるので、メイクをねしていこうと思います。なんか友達が教えてくれたんですけど、このアピューのジューシーパンスキンケアプライマーっていうこの下地なんですけど、これたちバームタイプというか固まったタイプになってて、これがなんかいいよみたいな感じで教えてくれたので、ちょっと今日はこれを使いたいと思います。なんかすごい綺麗なツヤ肌になるらしくて、私最近ツヤ肌をちょっと目指しているので、やっぱなんかだんだんとツヤ肌がいいなっていう風に思うようになってきて、昔なんか絶対的にマットだったんですけど、最近はちょっとツヤっとした肌にも憧れがありまして、プライマーだからこう毛穴がすごい埋まってくれる感じかな。でもここさっきメガネしてたから跡がついちゃってるんですけど、このメガネの跡って本当なかなか消えなくないですか。小5から中2ぐらいまでメガネだったんですよ。ずっともうずっとメガネつけてたから跡がすごいついちゃってて、これが嫌なんですよね。でどんぐらい塗ったらいいのか、こんぐらいでいいのかな、塗りすぎ、なんかうまく馴染んでくれないな。わかります？なんかちょっとこう白く浮いちゃうっていうか、スキンケアの問題なのかな。これはもっと伸ばせばいいのかしら、つけすぎたのか。でも確かにツヤはすごい綺麗に出る気がする。ファンデーション重ねていきます。なんか友達がおすすめしてたのがこのティルティルなんですよ。これとめっちゃ相性がいいみたいな言ってて、だからちょっとこれ使っていきます。このティルティル気をつけないとすっごい厚塗り感が出ちゃうから、軽く、このハンデはほんとカバー力すごいですよね。こんな感じかな。確かにでもツヤが綺麗。さっきのちょっと白くなっちゃうのがあんまりこう馴染んでいってくれないのが気になったかな。少しプライマーだからやっぱり、あ、洗濯物があった。プライマーだからやっぱりちょっと馴染ませるのが難しい気がしました、私的には。でもツヤ感すごいいい感じです。私最近インテリアをもう一回ちょっと考えたいなって思って、テーブルはねもう気になったやつがあってそれを買ったんですよ。届くのもうちょっと後なんですけど、テーブルはもう新しくするんですけど、それに伴ってソファーとか、 なんかラグとかテレビ台とかなんかすごい一新したくなって、最近もピンタレストでめちゃくちゃ集めてます。私の理想のお家というか、なんかね理想は今結構リビングの家具がコンクリとかグレーとかちょっとこう冷たい感じのカラーが多くて、それもスタイリッシュな感じで、まあ、好きは好きなんですけど、もう少しこうヴィンテージ感というかあったかみのある
なんかウッド系の家具とか集めたいなと思って、新しいテーブルはウッドのテーブルで、それもピンタレストで見つけたんですけど、スキャンドゥコーヒーテーブルってやつで、なんかこう曲線がすごい綺麗で可愛くて、それをちょっとネットで調べたら、まあ、中古なんですけど中古であったので、それを頼みました。なんかね、イメージ的にはもうめっちゃもうピンタレストで見まくって超ピンしちゃってるんですけど、なんかなんだろうな、雰囲気のあるっていうか、なんかこういったお部屋とかできるかな私に。なんかこういう感じとか可愛くないですか、めっちゃ。なんかこういう系のお部屋を作りたいなと思ってて、でもリビングももちろんなんですけど、私あの撮影部屋、あっちのお部屋が今すごい物置状態になっちゃって、うまく活用できてなくて、であっちにドレッサーとかも置いてあるんですけど、ドレッサーも一切使ってないからここでメイクしてるし、お部屋の無駄遣いだなと思って、せっかくねお部屋あるんだったらもっとこう意味のある空間にしたいなと思って、最近ちょっとインテリアをいろいろ見てるんです。本当に可愛くて、みんなどうしてこんなおしゃれなお部屋が作れるんだろうって、私本当インテリア苦手だからすごいいいなと思いながら、でもこういうお部屋もね可愛いんですよね、シンプルだけど。私にできるかしら、誰かにやってほしいな。あ、そう、このこれがスキャンドゥコーヒーテーブルってやつなんですけど、この写真を見て、え、可愛いこれと思って、これをね頼みました。なんかこういう本とかもバーって置いたりしても可愛いし、いいなと思って。でもおしゃれすぎるお部屋は私あれなんですよ、ちょっと落ち着く空間は作りたくて、そうだからなんかもうすっごい綺麗でもう超まとまってるお部屋っていうかは、居心地はいいんだけどカフェみたいな、居心地はいいんだけどでもなんか雰囲気あっておしゃれみたいなお部屋を作りたくて、でも変えたいところっていうかが多すぎて、どっから手をつけたらいいのっていう感じなんですよ今。私結構好みがコロコロ変わっちゃうタイプなので、変えたいと思ったら180度ガラッと変えたいからってなってくると、なんかどっから手つけようみたいな、まず私は何から変えていけばいいかなっていうので考えて考えるけど、結局わからなくなって、どっから手をつけたらいいかで、まあいっかってなることが多くて、徐々に変えていくみたいなのが多分すごい苦手なんだよな。本当継続して何かをやるとか、長い目で見て何かやるっていうのが私すっごい苦手なんですよ。なんか夏休みの宿題とかも継続的にやれなくて、結局ギリギリになって、おやばいやってない、どうしようどうしようみたいな、で最後に駆け込みでやるみたいな感じなんです。いつも昔からこんな感じで、ずっと後回しにしてっていう感じだったから、なんか徐々にこう変えていけるようになりたいなって。でもとりあえずテーブルは変えようと思って買ったから、次はソファーを探してるんですけど、やっぱ欲しいソファーはあるんですけど、値段とかねその他もろもろなかなかこうビタッとハマるものがなくて、でも多分そういうのを楽しめる人っているじゃないですか。なんかこう探してやっと見つけたみたいな、そうやってやれる人がすごい羨ましくて、私はもう思い立ったら即やんないととか即買わないと気が済まないので、で見つからなかったらなんかもう探すの諦めちゃったりみたいな、それが私の弱点。本当に急ぎすぎちゃうんですよね結果を、まあ、でも地道に探して地道に変えていくしかないよな、きっと。早く完成させたいって思っちゃうのが多分いけないんだろうな。でもとりあえず物の整理をしないと、やりたいって思うことの多分規模が大きすぎて、なんか頭では思ってるんだけど、ゆくゆくそれを考えてみると大変だなと思ってやらなくなったりとか、行動力が本当にない私、なんかめっちゃ根がめんどくさが嫌なんだろうな、きっと。めんどくさいことは全部後回しで、本当に治らないこの性格、嫌だな、変えたいな。この前前髪を切ったんですけど、めっちゃ短くしちゃった、なんかもう邪魔で。じゃあリップ塗ります。リップは最近ツヤ系が多いかも。よし、できた、メイク完成。
もしれないけど、まあ、でも今ですね編集してるんですけど、よく編集アプリを聞かれるんですけど、私はこのファイナルカットプロを使ってやってます。今は雑談メイクの動画を編集してます。はい、皆さんこんにちは、柴田です。はい、ちょっとおしゃべりしながら1個ずつこんな感じでテロップを入れて、黒髪にしてからすぐメイクの動画撮ってないような気がしたので、黒髪のメイクみたいな感じになったら嬉しいです。はい、じゃあ編集引き続き頑張ります。あ、シリがなんか反応しました。ちなみにカラコンはです。ということで今編集が終わったのでアップロードしたいと思います。うわー、疲れたー。ちょっとお腹が空いてきたなっていうことでご飯を作ります。一体何ご飯なのか分かりません。もう4時です、まあ、でも今日1食目があのブランチ的な感じの時間帯だったんですよ。11時とかだったから、まあこのぐらいのお腹すくよねってことでサバ定食作ります。定食って言ってもそんなあれですけど作ります。よし、やろう。ということで完成いたしました。サバ定食かっこかりということで、まあ、お味噌汁、豆腐ときのこ、しめじとわかめのお味噌汁と玄米と塩サバ、卵焼き、だし巻き卵、枝豆解凍しただけ、たくあんのせただけ、あともずくです。もずくのお皿欲しいなって思ってるんですよ。なんかちょっとこんだけさ頑張ってなんか美味しそうに盛り付けてこれだけパックかいっていう感じだから、もずくのお皿絶賛探し中。今度お皿探す旅に出たいと思います。じゃあいただきます。美味しそうじゃないか。私本当にサバ食べ過ぎてる。本当に一人暮らしの人の中でサバの消費量ナンバーワンだと思います。すごい食べちゃう。いただきます。
美味しいんですよ。でも私はもうトースターで20分ぐらいもう放置でやってます。グリルはやっぱ洗うのがめんどくさいからトースターでやっちゃう。いただきます。うん、うん、だし強完全に入れすぎた。あれはちょっと勢い間違えた。完全に入れすぎました。でも美味しい。お味噌汁ってなんかだしが強い方が私好きなんですよ。味噌ですごいしょっぱい辛いみたいなよりかはだしがすごい効いててみたいな方が好きだから。うん、でももうちょっと味噌少なくてよかったな。いつもなんか目分量でやっちゃうので結構運なんですけど、ちょっと今日は味噌が多かったかも。もずくはちなみにサンバイズ、サンバイス、私黒酢あんま好きじゃなくて。うん、美味しい。じゃあだし巻きいただきます。私だし巻き多分得意料理かも。毎回成功する。ちゃんといただきます。うん、うん、美味しい。優しい。じゃあちょっとサバをいただこうかしら。裏返しちゃう。えい。ちなみにこれは骨がついているので先に骨を全部駆除取ります。みんな和食だったら何が好きなんだろう。やっぱ生姜焼きとかになるのかな。私生姜焼きなんかそこまでなんですよね。あんまり魅力を感じないというか、なんか無性にうわ今日めっちゃ生姜焼き食べたいわって時もあるんですけど、あんまり生姜焼きを進んで選ぶことはなくて、だったら絶対焼き魚だし、あとはなんだろうな、定食何食べるかな。でもなんか混ぜご飯とかそういうの私好きなんですよ。ちょっと健康志向じゃないみたいなご飯とか、なんかもちろんその健康に意識を使って健康に気を使って食べてるっていうのもあったりはするけど、でも元からそういうのが好きだからなんか苦じゃないっていうか、なんか苦手な方もいるじゃないですか。私もずっと玄米食べてるけど玄米の味があんま好きじゃないっていう方もいるだろうし、まあでもたまに白米食べるとえ美味しいってなりますけどね。なるけど、でも玄米も好きだから玄米食べるし、いつも私は玄米をどんぐらいだろう、3合分ぐらい一気に炊いて、それを、粗熱っていうか熱が冷めたのをラップにくるんで 100g ずつラップにくるんで冷凍してます。これね、骨取るのだけがちょっとめんどくさいもう食べたい食べたいってなる。でも取り終わってこう食べられた時の美味しさといったらもう半端じゃないので頑張る。ちなみに今日っていうか今回のこのご飯はストーブ、あの鍋あるじゃないですか、あれで炊きました。なので美味しい、めちゃくちゃ。ちょっとおこげもある部分もあったりとかして美味しいです。めっちゃ細かい骨はまた出てきた時に取ろうかな。よし食べるぞ。いただきます。うん、美味しい。幸せだ。このサバの油がちょっと多いところを食べて、ご飯を食べて、でお味噌汁飲むともう完璧。もううわ落ち着くわって、日本人でよかったってめっちゃ思います本当に。うわー食テロ。うん、はい、ということで多分同じ絵が流れるだけなので、あとはゆっくりいただきたいと思います。ではまた後ほど、バイバーイ。よし、じゃあちょっと映画でも見ようかしら。映画というかドラマ。我が家には寝室にプロジェクターがあるのでこれで見たいと思います。最近ねちょっと見てるドラマがあるのでそれを鑑賞していきます。
ちょっとホットドリンクでも飲もうかなと思って、このシナモンティー、シナモンすごい好きなんですけど、カルディにシナモンティー売ってて、これが美味しそうだなと思ったのでちょっと買ってみました。すごいいい香りします、シナモンの。ちょっとこれを飲みながら、このアウターバンクスっていう海外のドラマなんですけど、これも。これがすっごい私大好きで、前までシーズン2まであったんですけど、新しくシーズン3が出て、もう早く見たいと思って、ちょっと今日これをね、見ていこうと思います。楽しみ。じゃあちょっとシナモンティーいただきます。熱そう。うん。美味しい。美味しいかも。なんか甘すぎなくて。ちょうど良い、私的には。あ、ちなみにこのテーブルなんですけど、これはね、IKEA のやつです。なんかちょっとこうベッドとかでゆったりしたい時とかにすごい使えます。おすすめ。ではこちらのアウターバンクスを見ていきます。ちなみに私は JJ 推しJJ マジかっこいい。あとサラが可愛すぎます。ということで、今日はちょっと一日の Vlog 的な感じで動画を撮っていきました。すごくゆったりとした一日だったと思うんですけれども、ちょっと最近バタバタしてたりとかして、あんまりこう家でゆったりみたいな日がなかったので、ちょっと久しぶりにゆったりしてみました。でもやっぱなんかお家でゆったりしてみると、すごい時間を有意義に使えてる感じがあるので、とてもいいなって改めて思います。みんなもちょっと最近疲れてるなっていう時とかは、お家でゆったりまったり過ごしてみるのもありなのではないでしょうかはい、ということで今日の動画はこんな感じでございました。最後までご覧いただいた皆様ありがとうございます、本当に。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。